こけ,けるこけるこけるこける,ける,けるはいこんにちははいこんにちは今日はストンティーハーフのご紹介ですストーンティーハーフっていうとこれねうんちょっとあれラウンドしてるよな裾がここね うん、そうですできた経緯は、うん、ストーンティーショートとロングができたけど、うん、ショートだと短すぎる、うん、ロングだと長すぎるからちょっとお尻隠れるぐらいでバサって着れるの欲しいなっていう声から出来上がりましたそれがストーンティーハーフやはいもう暑い時にほら大きい T シャツザバってきてあほらちチんってしたいやん。 まあしたいなうんそんな気持ちで作りましたそれはなんかそれもなんか生地に特徴はあるのよ別例えばあのフワティとかとちょっと違うとかさこれはフワティたちと同じグループだから一緒の生地を使用していますよ、うん、で前後どちらで着ていただいても大丈夫 OK ないうんへえ<ー>柄の入り方とか気分で前後変えて着てみてくださいちなみに今何に合わせてるの下は 下はね。ああ、それあれや。ハーピーや。ハーピー。2かなサイズは。ハーピーの靴がおかっぱ。インナーはタイト。タイトじゃないね。タイトちゃうな。橋本くん。ふかぴたったん。ふかタたたん。すごいね。こっちの名前がね、ややこしいね。ややこしいな。ふかぴたたんと。で、しかも頭も、 ニボ、ニボ、コットンニボ、うん、ベレータイプを着ています。ちゃんと合わせてるやん。いいやろ。うん、可愛い,いやん。可愛い,いと思っています。ちなみにあのストーンティーの由来は、うん、ストンとしたシルエットやからストーンティー、うん。ストーンとしてるからストーンティーです。うん、フワティーはふわっとしてるからフワティーやから。ふわっとしてるからフワティー。タルンとしてるからタルンパンツ。 ポワーンとしてるかポワンスカートっていう感じです。そうです。雰囲気で組み取っていただけると助かります。今日のお知らせは、はい、じゃん。なにこれ？何これ？何これ？何これ？ドバイからやってきた。ドバイ変な物体。なんやろこれは。いろいろ吸ったもんだって。やっとやってきた。やっと船便でやってきましたよ。で組み立てましたよ。私じゃないけどみんながね。 それこそ橋本君も手伝ったんやなそうやっ手伝いましたで、これねこうブーンってこう上げなあかんからさズボーンってなってパーツがさうまからな何個か,かそもそもこれ何のためにあるえ羊さんと私のお家<な>暮らせないやろもうあそこのラボを卒業して私はここで原住民的な生活をしようと思って、うん、今ここで暮らすべく準備を整えています これ最終的には家になるってこと私とシさんとウコッケイちゃんとリモちゃんのお家にしようと企んでいますなんか家になる気配全くないけどなそんな入り口でかいやんいいでしょ別にでかくたって雨さえしのげればもうそれはお家です雨風がすごいブワーッて <laughs> あのふぶいてたら入ってくるやん雨,雨降って風降ったらなここぐらいしかない濡れてないとこないねうん <laughs> まあでも可愛いけどなで思ったよりもでかすぎたのよ、うん、確かにでかいもうちょっとちっちゃいと思って想像して注文したらねこんなにでかかったんだよねどうなるかな、うん、でかいなちょっとでかいないいのいいのまた増殖していくからねこっちにつなげてこっちにつなげてって、はい、皆さんお楽しみにじゃバイバイバ,イババイ